古岩屋の岩峰古岩屋は、愛媛県上受けなぐ熊高原町直瀬にある、岩峰が連なる名所である。国の名称に指定されている。四国カルスト県立自然公園に属する。直瀬川の両岸に高さ60メートルから100メートルの、塩水上の峰が20余り連なっている。結晶変岩を基盤とした第三期の歴岩法である。水の浸食作用によって、岩が、 むき出しとなり、無数の穴が開いている。この穴から、古い岩屋と呼称されるようになった。直瀬川の川岸には桜や楓が生え、岩肌には、石穀岩ヒバなどが自生しており、新緑や紅葉が楽しめる。また、岩肌の穴は外敵を防ぐのに適しているため、ウグイスシジゅうから山柄めじジうキジなど、野鳥の巣が多く見られる。岩屈には、 コウモリの姿も見られる。昭和19年11月7日、国の名称に指定された。また、昭和39年には、四国カルスと県立自然公園の一部となった。熊高原町から、愛媛県道12号、西条熊線を東へ行くと、国民宿舎古岩屋層があり、その周辺が古岩屋である。古岩屋層の前には、杖立地蔵村の祠があり、 古岩野草のすぐ北に林道と川を挟んで、遍路道があり、遍路道を西に入っていくと、大紙だけの根元に、大志道があり、さらに進むと不動道とその背後の不動だけの王穴に、不動明王が立つ。なお、林道を使えば、不動道の前まで車で行ける。ありがとうございます。